ジュリー・アダムスはアメリカ合衆国出身の女優。60年以上のキャリアを誇り、主にテレビ女優として名を馳せた。2011年に一戦を退き、各地で厚労省を受賞している。1926年、アイオワ州オータールーに生まれ、アーカンソー州で育った。小学3年生の頃に、ヘンゼルとグレーテルの舞台などへ出演した経験もあり、 女優になる決意をしてカリフォルニア州へ移った。秘書の仕事をしつつ演劇のレッスンとオーディションを受け続け、1949年にレッド・ホットブルーで映画デビュー。初期の頃は本名でもあるベティ・アダムスの名を使用していたが、後にジュリー・アダムスを経て現在の芸名でもあるジュリー・アダムスへ改名した。 1950年代に入ると、仕事がコンスタントに入るようになり、ハリウッド女優の仲間入りを果たした。特にその名が知られるようになったのは1954年に出演したユニバーサル制作のモンスター映画、オーアマゾンのハン人のヒロイン役で、同作品は現在でもクラシックホラーとして、ファンの間でカルトな人気を誇っている。それ以降もテレビドラマや映画など様々な作品に、 クレジットされており、2000年代以降も、ニコラス・ケージ主演のドラマ映画、ワールド・トレード・センターや、ロマン・ポランスキー監督の大人の喧嘩、テレビドラマシリーズ、ロストや、CSI ・ニューヨークなどへ出演した。引退時期のジュリー1951年に、脚本家のレナード・スターンと結婚しているが、2年後の1953年に、離婚。1954年に、 俳優のレイダントンと再婚した。二人の間には二人の子供が生まれたが、1981年に再び離婚した。ありがとうございます。